魅力を見せてくれます。世界チャンピオンの川島博史、6度目の防衛戦、今開始のゴングが鳴りました。さあどんな試合になるのか、スピード感あふれる試合になることは間違いなさそうです。さてこの試合の解説、沼田義明さん、そして大橋英樹さん、元世界チャンピオンのお二人でお送りしていきます。まず沼田さん、はい、今までになかったタイプのチャレンジャーということなんですが、まあですね、今回予想される展開、はい、どんな展開、そうですね、まあ攻撃面ですね、はい、どちらがそのしっかりしたその打ち方ができるかということですね、はい、おそらくですね、まあ、チャンピオンの川島がやはりその主導権を握って、まあ、先手攻撃、最近その打たせないで打つボクシングを身につき、はい、また紙一重で避けることができるわけですからね、はい、さあそのすごい試合でしたからね。そうなんですよね、はい、一方その操作選手ですけども、はい、意外とその今打っているのは高田戦法なんですね、はい、そうですね、ちょっとトリッキーな感じですね、トリッキーですね、ですからそのスピードもいまいちことで、うん、まあ、その方ね、その辺をその川島うまくついていけばいいんじゃないですかね、うんうん、まあ、大橋さん、はい、チャレンジャーのドミゴ操作こうトリッキーで、そして非常にスピードがあると聞いてるんですが、そうですね、大橋さんはどんな展開を予想しますか。やはりこの南米特有のこのフットワークを使って、はい、まあ、いろんなコンビネーションですね、変則的な、この足をいかに川島が止めるかですかね、そしてやはりボディー、そうですね、まあ、受けてますが、まあ、東海スパーリングでも避けてから、はい、すぐこの強いパンチをボディーに、はい、この足を止めるいいパンチが出てましたね、まあ、これも今早くも出てますけどね、はい、チャレンジャーのドビンゴ操作はこれが世界タイトル3度目の挑戦です。これまでの2回はジュニアフライ級でタイトルに挑戦しています。ジュニアバンタムでは初めてのチャレンジ、川島は6度目の防衛戦です。さあ足を止めてこうガツンと打ち込んでいきます。川島ちょっと打ち合いになっている。さあ操作もよく手が出ますね、出ますね、はい、ただ今の、まあ、川島の右フックですか、はい、パンチ、いいパンチしてます。あ、いいですね、顔面に左右のフックが入っています。川島このコンビネーションフットワークですね、はい、そのリズム感なんですね、さあまた右です。もっとドミンゴ操作はもっと足使って距離取ると思ったんですけども、はい、そうですね、ちょっともう川島のプレッシャーに押されて、ロープ詰まって足を使えなくされてますね。なるほどね、これ使いたくも使えないですね、はい、操作はアッパーを見せました。しかし川島も速い攻撃を見せます。まあ、川島こう、はい、これね、そのスピードの差ですよね、見てますとね、同じその打ち合っても、はい、スピードのある方が速いですよね、当てるのは。まあ、川島これまでこうどちらかというとディフェンスがね非常に絶品だと言われてきて、攻撃の方はなかなかこう評価されなかったんですが、前回の試合で非常にいいディフェンスからの攻撃を見せて、そのディフェンスから攻撃のその間というのがすごく速くなりましたね。なるほどね、攻撃へ移るのが非常に速くなった、はい、そしてその攻撃自体も沼田さん本当に非常に速いですよね。それだけは攻撃の幅が広くなってですね、はい、いいですよ、力みのあくですね。さあロープを手にして動けません、操作もうちょっと効いてますね、はい、ガッツリ、はい、を見てみたいと思います。身長は1センチですが、リーチでは4センチ、挑戦者の操作が上回っております。あと川島自身、前回よりも胸囲が 4.5 センチ増えて、握力もかなり上がったという数字が出ておりまして、かかり方にもよるんでしょうが、なんか見た目にも皆さんたくましくなった感じしますね、そうですね、川島ね、打ち方も力強くなってるんですよね、さあ試合は第2ラウンドです。川島最近ウェイトトレーニング始めてるんでね、その成果出てるんじゃないですかね。そうですね、もうパンチも本当に力強くなりましたからね。で今日第1ラウンドを見ると、大橋さん、こう何かもう倒しにいってるというか、もう、はい、1ラウンドが倒しにいってますね、いってますね、はい、まあ、相手によっていろんな自分を見せたいという川島ですが、ちょっとレープを手にしています。しかし打ち合う、この打ち合いでね、やはりその川島は注意しなきゃいけないのは、はい、その左フックですね、このパンチは公開練習でも非常に角度のいい打ち方してますから、そうです、このパンチは注意しなきゃいけないでしょうね。左フック、さあ今度は右が当たりました。さあ操作も第1ラウンドとはちょっと戦法を変えてきますか、どうか。もう打ち合ってくるかもしれないですね。そうですか、もうちょっと開き直ってくるんじゃないですかね、まあ、一か八かの、ね、勝負に、まあ、予想としてはその、ね、もっとその足を使う選手だと言ってたんですけどもね、まあ、大熊さん、はい、赤コーナーなんですが、控室での米倉会長の最後に送り出した言葉がですね、はい、いいところを見せようと思うな、はい、落ち着いていけということなんですね。なるほど。ところが、まあ、そこでセコンド陣からはですね、一番落ち着いているのは川島かもしれないなというところで笑いも出まして、で第1ラウンド終わってもこちら出るのは笑顔ばかりと、はい、そんな感じですね。そうですか、
まあ、でも大橋さん、こうやって見てましても川島防衛を重ねるごとに本当に風格といいますか自信というのがどんどん増しているように思うんですがね。そうです、にじみ出てますよね、さあ右が伸びてきました操作です。まあ、先ほど控えててもね、この米倉会長の方がすごくまあ警戒してましたね。必要以上に警戒してるなと感じたんですけどね。まあ、米倉会長は操作に足がある非常に速いのが嫌だなという話はしてましたけどもね、これは米倉会長好みのボクシングスタイルなんですね。あ、操作がね、なるほど、そういう意味を含めて警戒してるんですね、うん、さあしかし川島も左ストレート、川島右ストレート、この低いですよ、聞いたですね、上下にそのまく打ち上げてですね、素晴らしい KO だったんですね。6度目の防衛に成功しました大橋さん、はい、でも今日の川島なんかまた一味違った川島のような気がしましたが、本当に今日はもう力強かったですね。もう、いつもその爪が甘いってよく言われたんですけど、一発当たってからのこう本当嵐のような連打でしたね、本当にすごい試合でしたね。で操作もかなり打ってきていたんですが、それをものともせずという感じでしたね、もう逃げずに打っちゃってましたからね今日は。さあリング上では表彰式が行われています。現在林優子日本ボクシングコミッショナーから認定証が渡されようというところです。そしてもう腰にはチャンピオンベルトが巻かれております。川島2度目の KO 防衛ということになりましたが、今回は前回よりもさらに早い2ラウンド KO ということになりました、まあ、ちょっと操作選手がちょっとストップが早いって不満そうな顔しましたけど、今ちょっとまだ膝がガクガクしてますね。そうですね、まあでも防戦一方になってしまいましたね沼さんね、まあ、そうですね、レフリーの判断は正しかったと思いますね、はい、さあ川島今日は笑顔もこぼれております。まあ入ってきた時から今日は初めて鉢巻きをして入ってきまして自信がみなぎっていたような気はしたんですが、まあ、そうですね、まあ、完全にそのジャッジもその負けないというようなものをね、まあ、それだけ相手もそのスピードがないですなかったですから、まあ、パンチはよく見えたと思いますね。なるほどね、まあ、一方の操作力が及ばなかったんですが、33歳ということで最後のチャンスだという気持ちはあったと思います。そのあたりでいつもとはなんか違うようなボクシング、まあ、そうですね、違うようなボクシングを見せてきました。本来のボクシングはその2つ使いながらですね、いわゆる相手の打ったミスを誘って攻撃するんですけども、今日は自分からその積極的にその前に出て打ち合ったんですね、それは逆に当たらしちゃったんですね、さあ最後の川島の一気のラッシュ、2ラウンド2分15秒という正式タイムが出ました、まあ、よく見て攻撃してますよね、はいはい、さあもうすでに勝ちました川島には勝利者賞として日刊スポーツ新聞社山岡範康事業本部長、そしてテレビ朝日服部道夫スポーツ局長からそれぞれトロフィーが渡されたところであります。さあそれではコマーシャルを挟んで喜びの声を聞きたいと思います。今ドミンゴ操作が川島のところにやってきました。お互いの健闘を称え合っております。まあ、操作としてはもうちょっとやりたいところですね、まあ、そうですね、本日としてはですね、はい、でも本当に強いチャンピオンの強さを見せつけたという試合です。まあ、操作も納得顔ということですが用意ができたようです。それではインタビューお願いします。それでは見事6度目の防衛に成功いたしました川島選手です。おめでとうございます。どうもありがとうございます。2ラウンド2分を過ぎたあたりちょっと汗の覚悟もなかったという感じじゃないですか。いや、準備運動で道だったのでちょっと汗をかいてますけど、これは準備運動の汗です。いや、1ラウンド動いた汗です今日の試合もう振り返るにはあまりにも短すぎるかと思うんですがどうだったんでしょうか。やっぱり挑戦者らしくね、果敢に攻めてきて動き早くて、1ラウンドちょっと戸惑った部分もありましたけど2ラウンドからもじっくり攻めていこうと思ってました。
試合前からですね、判定で勝つなら勝てるけれども、それではお客さんも満足しないだろうしというお話、川島選手してましたけれども、そういう意味ではもう思い通りの試合じゃないですか。そうですね、まあ、会長と打ち合わせで、まあ、じわ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 プレッシャーかけていこうということは試合前に言ってたんで、まあ、その段階で終わってしまったんですけど、まあ、作戦通りになりました。まあ、挑戦者は33歳ということで、もう多分ラストチャンス、もう死に物狂いで来るという予想がされましたけれども、そのあたり の, このプレッシャーというのは感じませんでしたか。そうですね、ロープを詰めたりするとやっぱり規制発してね、こう反撃してきたんで、あ、気合入ってるなと思いましたけど、これで、まあ、前の防衛で5回、そして今日で6回、しかも完璧な勝ち方ということで、もうどうなんでしょ う, もう次の目標どこに設定したらいいのかなという感じがするんですけれども、川島さんの中ではどうなんですか。そうですね、まだまだ強い挑戦者はいっぱいいますんでね、本当じっくり1回1回防衛重ねていきたいと思います。何かこの上が見えなくて目標を見失ってしまうようなことってありませんか。いや、もうそれはないです。もう本当リングに上がっても勝つことだけしか考えてないですから、それはないです。もうでは今終わったばかりなんですけれども、次に向けて の, この抱負を聞かせてください。そうですね、多分次は指名試合なんですけどね、まあ同じようなタイプなんで、気引き締めていかないとなかなか勝てないと思うんで頑張りたいと思います。それではもう今日は両国国技館も前になりましたが、このお客さんに一言お願いいたします。本当に今日はたくさんのお客さん入ってもらって本当にありがとうございます。またいい試合を見せますんで、また足を運んでもらえれば僕は嬉しいです。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。見事6度目の防衛を果たしました川島宏選手でした。まあ、沼津さん、はい、先ほども言ったんですが、本当に今日の川島、今までとは一味違った感じでした。まあ、そうですね、今日見てますとですね、やはりその右の使い方ですね、これが非常に、特にその右のフックですね、使い方がいい、いいところはやはり左も十分その生きたちことでしょうね。うん、はい、まあ、大橋さん、はい、川島はですね、はい、まあ、大チャンピオンの条件としてどんな相手でも勝てること、はい、で今回ちょっと今までとは違ったタイプを選んでという試合だったんですが、僕もねもうちょっと苦戦するかなと思ったんですけども、全くその欠片も見せなかったですね。さあ、それではコマーシャルを挟んで放送席に川島選手に来てもらえるようです。一旦コマーシャルです。来てもらいました。どうもおめでとうございます。どうもありがとうございます。まあ、2度目の KO 防衛ということですが、早かったですね、本当に2ラウンド。そうですね、まあ、あそこでやっとかないと厄介な相手なんで。なるほどね、もうチャンスの時にやっておかないと、はい、ということですか。さあ、それではちょっと川島選手にも見ていただきながら1ラウンドから振り返りたいと思います。まあ、ただ前回の防衛 KO 防衛とはまた違った感じですか。 KO しましたけど。そうですね、1ラウンドやってて見てやっぱり動き早いんで、うん、でまあ、ロープに詰めると規制も走ったしね。あ、そうですか。なかなかやりにくい相手だな。それはね、試合前から心配していたんですが、さあ1ラウンドが出てきました。まあ、川島選手は先手必勝、先にパンチを当てたいんだと、そうしないと相手にリズムを取られると厄介な相手だと話してましたが、そのあたりやはり第1ラウンド意識ありましたか。かなり。そうですね、まあ、事前の会長との打ち合わせではもう前にプレッシャーかけて、うん、であと、まあ、ボディを狙っていくという作戦だったんですけどね。まあ、でも大橋さん、はい、この第1ラウンド川島選手の動きなんですが、非常にこうリラックスしたといったらあれなんでしょうけどもね。そうですね、この操作はもっと足使って距離取りたかったと思うんですけども、この川島のスピードとパワーに圧倒されてしまって、自分から出てきた感じでしたね。まあ、操作のパンチも少し受けてましたけども、パンチ力どうでした。相手、まあ、スピードはありましたけどね、パチパチパチって感じで、そんなにパンチはなかったですけど。でも今日は出てくる時からいつもはしない鉢巻きをしてね、どうしてか理由はあるんですか。まあ、ガウン着ない分、まあ、そのぐらいはあってもいいかな、ね、今日はでもセコンドもみんな鉢巻きで、かなりこう気合が違ったのかなっていう気がするんですけどね。いや、でももうどの試合も同じですね。今会長にも後ろに来ていただきましたが、会長まだ鉢巻きしてらっしゃいますけど、はい、やはりこう気持ち違いましたか今日は。なんか いつもと同じですよ。同じ気持ちで、でも川島選手の顔つきは今日はもう、ただやっぱりね、1ラウンドからプレッシャーかけるように言ってましたから、その通りに行きましたね。この辺りもしっかり当たってないんですね、操作のパンチはね。松さん、第1ラウンドの川島選手の動きどうでした。まあ、いいですね、やはり操作から絡めるとこのスピード、感じの違いですね、これがもうはっきり分かりますよね。
まあ、もしかしたら噛み合わないかなというような話もね、試合前は川島選手してましたけども、こう第1ラウンド見てみてもういけるぞという感じだったですか。まあ、大体あのパンチ力とかね、あのその動き方とか、大体距離感度が分かったんで、まあ、前にプレッシャーかけていこうと思って2ラウンドからね。でも今日は、まあ、こう聞いたらあれなんですが、ある程度本当に KO を狙ってたという感じですかね。いや、まあ、後半にはね、あれ行ければ行きたいなと思ってました。まだまさかこんなに早く、チャンスが来るとは思ってなかったです。まあ、相手も1ラウンドからね、これだけ前に出てくるとはね、予想してなかったんですからね。そうですね、そのあたりどうですか、川島選手。どっちかというとこう距離を取ってくるんじゃないかなっていう予想もありましたけどね。まあ、上背でまあ同じぐらいだったんで、こういう攻めでは来るかなと思ってましたね。なるほど。このあたりももうしっかりと川島選手が前に出て、操作をこうロープに追い詰めて、操作がこう動けなくなってしまうという感じでした。第1ラウンド、これでも似合って笑ってましたけどね。あ、そうですか。まだまだ全然大丈夫だぞという感じで、これからだっていうような感じで、このあたりで燃えたという部分はなかったですか。じゃあ余裕あるなと、余裕あるなと思いましたけど。あー、なるほど。ここら辺がベテランかなと思いましたけどね。なるほどね、33歳という年齢。まあ、最初来る前はね、沼津さん33歳ということでどうかなと思ったんですが、来てみたら動きもいいし体しなやかだしという部分ありましたね。まあ、そうですね、過去の対戦してもそれだけやはりそのまともに打たしなかったじゃないですか。さあ、それでは第2ラウンド用意ができたらご覧いただきたいと思いますが、2ラウンド2分15秒 KO タイムでした。そこまでご覧いただきたいと思います。まあ、操作はこれまで2回ジュニアフライ級で世界タイトルに挑戦しているんですが、まあ、2回とも敗れて今回が3度目の挑戦でした。でこれまで4敗しているんですが、その4敗が非常に、まあ、現チャンピオンとかですね、元チャンピオンとかすごい相手にだけ4敗しているということで、そのあたりもかなり力があるんじゃないかと。この辺は開き直って出てきましたね。予想がありました。このあたりの攻めでもこうびっくりしたというか、全然落ち着いてという感じですか。そうです、まあ、2ラウンド打ってきたなって感じですね。まあ、向こうが打ってくるとこっちのチャンスが来るんで、そこら辺狙ってましたけど。そうですね、川島選手言ってましたもんね、相手が出てこないと余計やりにくいというふうにね話してましたけども、で今回はこう自分から攻めていく練習をどんどんしていたわけですが、さあこの辺りは前に操作が出てきました。第2ラウンド、今回かなりボディもね練習してましたね、川島選手ね。まあ、下から下を打ってあの足を止めようという作戦だったんですけどね。まあ、そんなに足は、使わなかったですね。この右ストレート、まあ、公開スパーリングでスパーリングパートナーを務めた選手は右ストレートかなり威力があったという話もしてましたが、どうでしたか、川島選手。そうですね、階級上げた分やっぱりどっしり構えてね、腰を据えてちょっと強く打つようには変わってましたね。あ、そうですか。ジュニアフライ級と比べてやっぱり、そこら辺変わってましたね。そんなに足は使わないですけど、右がね、皆さんおっしゃってましたけど、右スイッチが効いて一気に、ご本人も今の右が効いて一気にいこうと。そうですね、効いてる声出したんで。多彩なパンチ、いろんなパンチが繰り出されました。会長泣き合ってますが、会長どうですか、この瞬間は。もう最高ですね、今日は。今年最高です。川島選手、この瞬間はどうでした。レフリーが止めてくれましたけども、いや、ちょっと早いかなっていうあれだったんですけど、まあ、だいぶ効いてるみたいな感じで、もうね、会長相手全然出ませんでしたもんね、もう手がね。そうですね、あれ以上やってももうダウンするだけですから、まあ、私言わせればいいストップではなかったんじゃないですか。なるほどね。まあ、沼さん、今日本当に短く、2ラウンドまでしかいかなくて、まあ、ある程度もしかしたら早い回かなという予想もね、あったんですけども、こう 1,2 ラウンドこう振り返ってですね、今回の川島選手、前回とこう比べて
まあ、やはりその攻撃の幅がね、うん、その広くなったということですね、うん、それから相手が打ってきても紙一重でパンチを外して、うん、攻撃に結びつけるということと、あとやはりその右がいいですよね、うん、右のやはり使い方がいいですよね、しっかりしますよね。ですからその今この打ってる左、また左から右も変えるわけですから、うん、こういったボクシングをもっともっと大事にしてもらいたいですよね。大橋さんは今日の感想を改めて聞きますが、そうですね、やっぱり川島の良さであるこのディフェンスからその攻撃に返すその本当の間がすごくスピードがつきましたね、うん、そしてそのチャンスを掴んでからこの嵐のような連打ですか、これが本当に今日は目を見張るものありましたね、うん、で特に今日思ったんですが、こうリング上に向かう川島選手見てたら本当に落ち着いてるというか、自信というか風格というかがかなり変わってきたなという感想を持ったんですが、どうですか、お橋さん、そのあたり。そうですね、まあ、プライベートで話してても、もう本当にチャンピオンの風格がありますからね、本当にもう26回ぐらい防衛してもらいたいですね。川島選手、今、首振ってらっしゃいましたけど、ね、そういう意識は自分ではあんまりないですか、かなりこう、まあ、ボクシングに関してはやっぱり一戦一戦ね、防衛していくことに自信はだんだんついてきてると思います。うん、ただ普段は別に大橋さんの後輩であったときと同じように昔とは変わらない、そうですか、ね、自分で分かんないところで出るのがやっぱりこの大チャンピオンになった証拠じゃないですかね。あ、なるほどね、あ、自分は意識してなくてもそういうのが備わっているということなんでしょうか。まあ昔はね、大橋さんが世界タイトルに行くときに一緒にキャンプについてったというね、ですよね、カバン持ちしてくれた、そうですよね。まあそれがここまで、まあ、いつもご本人も言ってらっしゃいますけど、まさかここまで来るとはっていうのはいつも言ってますけどね。そうですね、あ、でも素晴らしい。じゃあ一旦 CM を挟んでですね、特別ゲストも来るようでございます。一旦 CM をご覧いただきたいと思います。サタデージャングルの取材で来まして、松村さんに来てもらいましたけども、はい、どうでした、ご覧になって。いやもうね、ボクシング今日初めて生で見せてもらったんですけど、あんな気持ちいいパンチ初めてですね。いつもやられてばっかりなんで気持ちいいですね。川島選手専門なんですが、選手の試合も初めてご覧になりました。いやもう予想でみんなで今日2ラウンドじゃないかなって、そんなと思ったんですけど本当に2ラウンドで、はい、みんなスタッフもみんな2ラウンドじゃないかなって言ってました。あ、そうですか、はい。じゃあ解説陣のスタッフの方が当たったという感じもしますけどもね。はい、でもこういうパンツ気持ちいいですね。これだけ早いってすごいでしょ、はい、随分でも陽気だったですからね。陽気な方だなと思いますけどね、操作さんですね、ドミンゴ。まあ、今日川島選手この後ですね、サタデージャングルの方にも、ね、はい、生出演していただくということなんですが、はい、後ほど素晴らしいトークをお願いしたいですね。今誰でもね、かけください。ごめんなさい。ごめんなさい。どうしてもいいですけど。いやいやいや、アルコさんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。すみません、ありがとうございました。さあ、控え室の方ですね、チャレンジャーの控え室の方のコメントが入るようですが、国吉さん、入りますか？まだダメかな。用意ができたら入れていただきたいと思いますが、まあ、会長、はい、今回の試合ですね、はい、前回 V5 が強敵で非常にいい試合でした、はい、でその後の6回目ということで、会長はそのあたり見えない心配と安心感というのを心配されてましたね。そうですね、私の立場から言うと試合っていうのは一つ一つどれも不安を伴いますけどね、うん、まあ、今回も練習見てね、なかなか非常にいい練習をしてるんで、これいい選手じゃないかと思って心配だったですね、足を使うしよく動くから、川島選手はそのあたりは自分ではどうですか。まあちょっと気が抜けるって言ったら変ですけども、ちょっと隙がっていうのは全然、あ、それはないですけどね。ただ、ジュニアフライ級の時のビデオの資料しかなかったんで、2階級上げて どのようなボクシングをするのかなっていうのがちょっと不安でしたけど、でも本当にね、かなり変わった感じでしたもんね、沼さんね、まあ、我々が予想したのとはね、はい、本当その通りですよね。大熊さん、はいはいはい、敗れたチャレンジャーの控室なんですが、ね、お願いします。敗れた瞬間のチャレンジャー操作選手なんですが、まあ、一体どうしてなんだと、まだまだやれるんだというような表情でセコンド陣と顔を見合わせたんですね、で医務室に向かう途中も笑顔を見せるというなんか余裕を見せながら医務室に向かっていきましたね。で今こちら控室に戻ってきまして、今奥の控室に行きまして、報道陣の記者会見にこれから応じるという状況になっています。敗因としてですね、マネージャーから聞いたところでは、やはりパンチがとにかくいつもより出なかったと、もっともっと積極的に出なくちゃいけないんだという話が出ましたね。あとマネージャートレーナーからはもうちょっとやらせてほしかったなという、不満やり方ないという、そんな表情が見えました。あ、そうですか、わかりました。
まあ、操作選手も最後と33歳ということで、まあ、本人は言ってませんでしたけども最後のチャンスになるんじゃないかということでそのあたりのこう緊張というのもあったのかもしれませんね。予備検診なんかでもこう血圧が少し高めで脈拍もいつも高かったということでいつも緊張していたというのはドクターは言っておりましたが、まあ、会長はここを超えたら10回は行くんじゃないかと試合前おっしゃってましたね。そうですね、6回目やはりね一番心配だったんですけど、まあ、これだけの試合をやってくれたんで、ね、またこれでぐーんとレベルアップしたと思うんです。大橋さんどうですか、今日見てるとなんかもう勢い止まんないんじゃないかっていう気がするんですけども。本当ですね、もうジョー・ルイスの25倍っていう声があるんですけど、それを僕は先輩として見てもらいたいような気がしますけどね。小野さんどうですか。まあそうですね、まあ、あの会長も、うん、そして中島の初防衛戦、チャンピオンとして初めて聞く君が代のメロディー。しかしトランクスの色が青から赤に変わると同時に中島のボクシングからあの下向きさが消えてしまっていた。このラウンドで左を返した中島は左をちょっと押していますね。そうですね、はい、左のどこでしょうか、左の目のところですかね、目線でしょうか、とりあえず攻撃です。中島ちょっと中島も疲れたか、残り5秒です。左のスライス右突き中島返した、試合終了です。中島試合終了です。田畑中島抱き合いました。おお、田畑がコールされました、田畑がコールされました。期待を裏切る判定負けに場内の怒りは収まらず、矛先は新しいチャンピオンに向けられた。座布団が飛び交う中、中島は静かにリングを去った。ロイヤル小林は WBC ジュニアフェザーのタイトルに挑戦する。ロイヤルはデビュー2戦目から11連続 KO 勝ちを収め、 KO 仕掛け人の異名を取っていた。左のキックが入りました。ダウン、チャンピオンダウン、チャンピオンがダウンしました、チャンピオンがダウンした、顎に入りました、ようやく立ち上がった、チャンピオン棒立ちになった、チャンピオン棒立ち、ロイヤルの左から右、ダウンを1回取っている。ロイヤルアウト、ニュートラルコーナー、チャンピオンのアウト、ゴンがゴンがゴンが鳴った模様です。アウト、足はもつれている、ゴンが鳴りました。おマット、アウト、右、ロイヤルの右、またダウン、ダウンです、ダウン、ダウン、ダウンです。ロイヤルの右が入りました。第8ラウンド、チャンピオンがダウンです。ロイヤルの右、ロイヤルの右です。アウト、レフェリーのジェイエルソンが止めました。レフェリーのジェイエルソンが止めた。ロイヤル小林、ロイヤル小林、日本で14人目の世界チャンピオンになりました。ものすごい騒ぎです。しかしそのロイヤルにとっても初防衛の壁は厚く、このあとロイヤルはわずか46日間で王座を譲ることとなる。3人ともスコアリングを行います。昭和59年、もともとはデザイナー志望だという変わり種ボクサーが世界に挑んだ。濃紺のトランクス、小林浩二がその人である。その小林に早くも第2ラウンドでチャンスがやってきた。ワンツーですね、はい、ワンツーを打つことですよ。
につかんだ世界の頂点。小林を待っていたのは地元の温かい祝福だった。小林は喜びの絶頂にいた。しかし今度は奪ったタイトルを守らなくてはいけない。喜びの裏側に見え隠れするわずかな不安。事実この後小林を待っていたのは辛い経験だった。小林浩二初防衛戦。カメラを見つめる小林は瞬きすらしない。明らかに緊張している。小林もまた初めてチャンピオンとしてリングに立つ。言葉では表現できないような今までとは全く違う異様とも思える雰囲気を小林は感じていたに違いない。右から左です。小林ボディーブローがうまいというふうに聞いてるんですがね。そうですね。どうですか。腕からですね、顔面に返すフックもいいですね、はあ、また左のフックが当たった。今度はいいフック。足を絡んだですね。足を小林ベンチ一回避けて一回避けて動かなきゃいけないですね、はい、逆に行きますね。チャンピオン危ない。小林が足が動いている。もう一点取っている小林。小林危ない。左フック。挑戦者の左フック。足を使われたためですね。強烈なパッチです。まあ足を使うか。ちょっと腰を落とした。小林ダウンです。頭から頭から飲み込むようにダウンしました。小林おこれはちょっと足引けますね。足引けますね。しかしかろうじて立ち上がったがどうでしょうか。はい、フリーして逃れが一番ですけどね。さあ、はい、挑戦者がラッシュ。小林足元がまだふらついている。これはちょっと立てないでしょう。どうでしょうか。立てないですね。これは完全に足に来てますからね。無理です。小林と飛ばせ。ノックアウトで敗れました。2ラウンドにチャンピオンになって2ラウンドで敗れた小林。アリーバーエオグリートはムルムラベル。数々の試練を乗り越え防衛を重ねた男がいた。世界ジュニアミドル級王者輪島浩一、その人である。輪島は強豪ひしめくこのクラスで実に6度の防衛に成功しているが、この5回目の防衛戦はまさに体力勝負。試合は意外な結末を迎えることになる。の寸前ですね。そうですね。スノーベルフィーバー。危険ですね。危険です。挑戦者が試合を放棄。どうなんでしょう。危険でそうですね。危険ですね。はいはいはい。輪島ノックアウト勝ちであります。平成2年6月 WBC 世界ストロー級チャンピオン大橋秀幸は初防衛戦を迎えた。相手は元チャンピオンナパキャットワンチャイ。先手は大橋が取った。このダウンで誰の目にも大橋が楽にこの試合を取るように思われた。しかしナパの予想以上の頑張りは大橋を戸惑わせる。それは一時は引退すらささやかれたボクサーとはとても思えない執念すら感じさせるものだ。ここからだ。リング上では大橋がチャンピオンにふさわしい男かどうかが試される。余裕など全くない。大橋秀幸初防衛戦。この試合粘る中の闘志を退けた者は大橋が最後まで失うことのなかったチャンピオンとしてのプライドだ。チャンピオンになることは確かに難しい。しかしチャンピオンであり続けることはさらに困難なことなのである。 WBC 世界ジュニアバンタム級チャンピオン川島ひろし。川島の初防衛戦はタイトルを獲得してからわずか3ヶ月目の真夏の8月に行われた。相手は2度世界タイトルに挑戦し、しかも40点というキャリアを持つアルゼンチンの強豪カルロス・サラサール。まずその
世界タイトル戦の歴史を振り返ってみても、初防衛戦に苦しんだチャンピオンは数知れない。追うものから追われるものになったという立場の変化は、かなり心理的な変化を引き起こす。第1ラウンドが終了しました。川島もそのプレッシャーを経験した一人。第1ラウンドから川島の動きが予想以上に硬かった。控え室はそんなにまあリラックスしたんですけど、もう出た途端っていうんですかね、わーってなった途端に硬くなりましたね。なんか生あったかい風がこうガーッときて、守りたい守りたいって思うとやっぱり硬くなりますよね。この試合、川島にとっては初防衛戦のプレッシャー以外にも2つのことをクリアしなければならなかった。1つは3年半ぶりとなるサウスポー対決、2つ目は真夏のオープンエア会場で戦わなければならないという猛暑との戦いであった。4ラウンド、挑戦者が積極的な攻撃を見せ始める。強烈な左がチャンピオンを襲う。川島も右ストレートで反撃するが、試合はサラサールのペースで進んだ。先に当たった方がその軽いな感じますよね。5ラウンド、川島は何とか突破口を見出そうとボディ攻撃を仕掛ける。しかしベテランサラサールのうまさの前に思い通りのボクシングができない。苦しみましたよ。っていうかまあ相手もうまかったし、もう後の IBF のチャンピオンにもなりましたしね。まあ、結局、まあ、接近戦に勝つを見出して、まあ、結局判定では勝ったんですけど。6ラウンド、ようやく接近戦に活路を見出した川島は、右のボディーブローを中心にサラサールを徐々に攻略し始め、挑戦者の動きをペースダウンさせた。そしてボディー、はい、ボディー、はい、やっぱり5点ですね。さあ、打ち合いになっています。大船パンチから、はい、ショートに打ち合いですね。これが良くなったと思います。はい、左のアッパー、あーっとサラサールの左です。おっと、川島は来い来いといった感じ。リズムをつかんだ川島は7回、再び右ボディーブローを中心に左ストレート、左フックを打ち込み、優位に試合を運び始めた。それほど近くで見ていると感じません。川島の左、顔面を捉えました。だがピンチを脱しようと頻繁にホールドしてくるサラサール。過去40戦中一度も KO 負けがないというベテランの老快なボクシングの前に、川島も KO することができない。川島は右です。攻める方が必死なら守る方も必死だ。ここで試合時間が終了です。お互いにガッツポーズを見せました。試合は判定にもつれ込みました。やりました。川島初防衛に成功です。世界チャンピオンの